5試合目、中村寛 VS レオナ・ペタス。日本拳法仕込みの強打が武器です、神獣こと中村寛選手。さあ続いて、昨年3月タケル選手と死闘を繰り広げた石の拳レオナ・ペタス選手。さあでは続きまして、選手たちから今の気持ち、そして戦いに向けた意気込みを伺っていきたいと思います。皆さんこんにちは、ララ東京チームトップゼロレオナル・ペタスです。そうですね、普段通りやれば普通に勝てると思ってるんで、普段通りやって、K1 の方が強いよっていうのを証明したいなと思ってます。はい、その対戦相手中村寛選手お願いします。BK ジムのライズ側の中村寛です。あんまりその意気込みとかは何も俺は特に考えてなくて、自分が楽しめば、ライズの勝ちにもつながるかなと思うんで、僕は楽しんで、しっかりこの出場するっていうことが目標じゃないんで、しっかり勝って、一番勝ち方で目立ったろうかなと思うんで、当日楽しみにしててください。ありがとうございます。スポーツライターの瀬といいますけども、ご登壇されている各選手にお聞きしたいと思います。この試合が決まって、まず、直感でこの対戦相手の印象ってのどういうふうに思ったかっていうのを聞かせてください。はい、この間、ライズさんに招待していただいて、行かせていただいたんですけど、僕的には白鳥選手やるのかなと思ってたんで、その時に白鳥選手しか見てなくて、中村選手の印象なくて、で、決まったのは中村選手で、 YouTube 見たんですけど、やっぱ普通に強い選手なんですけど、相手が弱いですね。はい、僕より強いやつとやってないだけなんで、っていう感じですね。僕とってどうなるかなっていう感じです。はい、そんなコメントもありました。中村寛選手どうでしょう。いや、俺はそんな甘くないよっていうのは、当日分かることなんで、口でごちゃごちゃ言ってもあれですけど、俺からの印象は、攻撃力あるなっていう感じですね。で、俺も攻撃力自信あるから、攻撃力対攻撃力で、バチバチの打ち合いになってっていう感じですね。当たったらすぐ倒れるやろうなと思うんで、しっかり倒しに行きますね。